江戸川乱歩。上、現れたる事実。またしても明智小五郎の手柄話です。それは私が明智と知り合いになってから1年ほど経った自分の出来事なのですが、事件に一種劇的な色彩があって、なかなか面白かったばかりでなく、それが私の身内の者の家庭を中心にして行われたという点で、私には一層忘れがたいのです。この事件で私は明智に暗号解読の素晴らしい才能のあることを発見しました。読者諸君の興味のために彼の説いた暗号文というのをまず冒頭に掲げておきましょうか。一度お伺いしたいしたいと存じながら、ついいい折りがなく失礼ばかりいたしております。割合にお温かな日が続きますので、ぜひこの頃にお邪魔させていただきますわ。さて、いつぞやつまらぬ品物をお送りしましたところ、ご丁寧なお礼をいただき痛み入ります。あの手提げ袋は実は私がつれづれのすさびに自ら拙い刺繍をしましたもので、かえってお叱りを受けるかと心配したほどですのよ。歌の方は近頃はいかが？時節柄御身を大切に遊ばしてくださいまし。さよなら。これはあるはがきの文面です。忠実に原文通り記しておきました。文字を抹消したところから各行の実名に至るまで、すべて原文のままです。さて、お話ですが、当時私は悲観方々少し仕事を持って熱海温泉のある旅館に逗留していました。毎日幾度となく湯に浸かったり、散歩したり、寝転んだり、そしてそのひまひまに腕を取ったりして、至極のんきに希望を送っていたのです。ある日のことでした。またしても一風呂浴びていい気持ちに温まった体を日当たりのいい縁側の遠い椅子に投げかけ、何気なくその日の新聞を見ていますと、ふと大変な記事が目につきました。当時都には黒手組と自称する賊との一団が人もなげに徴領していまして、警察のあらゆる努力もその甲斐なく、昨日は何がしの富豪がやられた、今日は何がしの貴族が襲われたと、噂は噂を生んで、都の人心は恐々として、安き日もなかったのです。したがって、新聞の社会面なども、毎日毎日そのことでにぎわっていましたが、今日とても、神出鬼没の海賊云々というような三段抜きの大見出しで、愛も変わらず書き立てています。しかし私はそうした記事にはもう慣れっこになっていて、別に興味を引かれませんでしたが、その記事の下の方にいろいろと黒手組の被害者の消息を並べた中に、小さい見出しで松葉氏襲わるという 12、3 行の記事を発見して、非常に驚きました。と言いますのは、そのバツバツ氏は、かくいう私の叔父だったからです。記事が簡単でよくわかりませんけれど、何でも娘の文子が俗に誘拐され、その身の代金として1万円を奪われたということらしいのです。私の実家はごく貧乏で、私自身もこうして温泉場に来てまで、筆稼ぎをしなければならぬほどですが、
おじはどうしてなかなか金持ちなのです。二三の相当な会社の重役なども務めていますし、十分黒手組の目標になる資格はありました。日頃何かと世話になっているおじのことですから、私は何を置いても見舞いに帰らなければなりません。身の代金を取られてしまうまで知らずにいたのは迂闊千万です。きっとおじの方では私の下宿へ電話くらいはかけていたのでしょうが、今度の旅行はどこへも知らせずに来ていましたので、新聞の記事になってから初めてこの不祥事を知ったわけなのです。そこで私は早速小売をまとめて帰郷しました。そして予想を解くや否や、おじの屋敷へ出かけました。行ってみますと、どうしたというのでしょう。おじ夫婦が仏壇の前で一心不乱にうちわ太鼓や拍子木を叩いてお題目を唱えているではありませんか。一体彼らの一家は強敵な日蓮宗の信者で、一にも二にもお祖師様なんです。ひどいのはちょっとした商人でさえもまず収支を確かめた上でなければ出入りを許さないという始末でした。しかしそれにしても、いつもお勤めをする時間ではないのにおかしなこともあるものだと思い、様子を聞きますと、驚いたことには事件はまだ解決していないのでした。身の代金は賊の要求通り渡したにもかかわらず、肝心の娘が未だに帰ってこないというのです。彼らがお題目を唱えていたのは、いわゆる苦しい時の神頼みで、お祖師様の御袖にすがって娘を取り戻してもらおうというわけだったのでしょう。ここでちょっと当時の黒手組のやり口を説明しておく必要があるようです。あれからまだ数年にしかなりませんから、読者諸君のうちには当時の模様をご記憶の方もあるでしょうが、彼らは決まったようにまず犠牲者の子女を誘拐し、それを人質にして巨額の身の代金を要求するのです。脅迫状にはいつ何日の何時にどこそこへ金何円を持参せよと詳しく指定があって、その場所には黒手組の資料がちゃんと待ち構えています。つまり身の代金は被害者から直接賊の手に渡されるのです。なんと大胆なやり方ではありませんか。しかもそれでいて、彼らには寸分の油断もありません。誘拐にしろ、脅迫にしろ、禁煙の授受にしろ、少しの手がかりも残さないようにやってのけるのです。また被害者があらかじめ警察に届け出て身の代金を手渡す場所に刑事などを張り込ませておきますと、どうして察知するのか、彼らは決してそこへやってきません。そして後になってその被害者の人質は手ひどい目に遭わされるのです。思うに今度の黒手組事件はよくある不良青年の気まぐれなどではなくて、非常に頭の鋭い、しかも極めて強胆な連中の仕業に相違ありません。さてこの凶賊のお見舞いを受けたうちの一家では、今も言いますようにおじ夫妻をはじめ青くなってうろたえていました。1万円の身の代金は取られる、娘は返してもらえないというのでは、さすが実業界では古だぬきとまで言われている作詞のうちも手のつけようがないのでしょう。いつになく私のような青二歳を頼りにして何かと相談をする始末です。
いとこの文子は当時19歳の、しかも非常な美人でしたから、身代金を与えても戻さぬところを見ると、ひょっとしたら無残にも俗の読書にもてあそばれているのかもしれません。そうでなかったら、俗はおじを組みしやすしと見て、一度では飽き足らず、二度三度身代金を恐喝しようとしているのでしょう。いずれにしても、おじとしてはこんな心配なことはありません。おじには、ふみ子のほかに一人の息子がありましたが、まだ中学へ入ったばかりで、力にはなりません。で、さしずめ私が、おじの助言者という格で、いろいろと相談したことですが、よく聞いてみますと、俗のやり方は、噂にたがわず、実に巧妙を極めていて、なんとなく、妖怪じみたすごいところさえあるのです。私も犯罪とか探偵とかいうことには、人並み以上に興味があり、D 坂の殺人事件でもご承知のように、時には自ら素人探偵を気取るほどの知識も持ち合わせているのですから、できることなら、一つ本職の探偵の向こうを張ってやろうと、さまざまに頭を絞ってみましたもの。これはとてもダメです。点で手がかりというものがないのですからね。警察へはもちろん文字から届け出てありましたけれど、果たして警察の手でこれが解決できましょうか。少なくとも今日までの成績で見ると、まずおぼつかないものです。そこで当然私は、友達の明智小五郎のことを思い出しました。彼なれば、この事件にも何とか目鼻をつけてくれるかもしれません。そう考えますと、私は早速それをおじに相談してみました。おじは一人でも余計に相談相手の欲しい際ではあり、それに私が日頃明智の探偵手腕について、よく話をしていたものですから、もっともおじとしては大して彼の才能を信用してはいなかったようですけれど、ともかく呼んできてくれということになりました。私はご承知のタバコ屋へ車を飛ばせました。そしていろいろの書物を山と積み上げた例の1階の4畳半で明智に会いました。都合の良かったことには、彼は数日来、黒手組についてあらゆる材料を収集し、ちょうど得意の推理を組み立てつつあるところでした。しかも彼の口ぶりでは、どうやら何か短所をつかんでいる様子なのです。で、私がおじのことを話しますと、そういう実例にぶつかるのは願ってもないことだというわけで、早速承諾してくれ、時を移さず連れ立っておじの家へ帰ることができました。まもなく明智と私とはおじの屋敷の隙を凝らした応接間でおじと対座していました。おばや書生の牧田など出てきて話に加わりました。この牧田というのは、身代金施行の当日、おじの護衛役として現場へ同行した男なので、参考のためにおじに呼ばれたのでした。取り組みの中で、紅茶だ菓子だといろいろのものが運ばれました。明智は、舶来の接待タバコを一本つまんで、つつましやかに煙を吐いていました。おじはいかにも実業界の古田抜きといった形で、生来大男のところへ移植と運動不足のためにデブデブ太っていますので、こんな場合にも多分に相手を威圧するようなところを失いません。そのおじの両隣におばと牧田が座っているのですが、
これがまた二人とも痩せ方で、ことに牧田は人並み外れた小男ですから、一層おじの恰幅が引き立って見えます。一通り挨拶が済みますと、事情はすでに私からざっと話してあったのですけれど、もう一度詳しく聞きたいという明智の希望で、おじが説明を始めました。ことの起こりはさよ、今日から6日前、つまり13日でした。その日のちょうど昼ごろ、娘のふみがちょっと友達のところまでと言って着替えをして家を出たまま、晩になっても帰らない。我々はじめ黒手組の噂に脅されている際でしたから、まずこの家内が心配を始めましてね。その友達の家へ電話で問い合わせたところが、娘は今日は一度も行っていないという返事です。さあ驚いてね。分かっているだけの友達のところへはすっかり電話をかけさせてみたが、どこへも寄っていない。それから書生や出入りの車夫などを借り集めて八方捜索に尽くしました。その晩はとうとう我々はじめ一睡もせずでしたよ。ちょっとお話し中ですが、その時お嬢さんがお出ましになるところを実際に見られた方がありましたでしょうか。明智が尋ねますと、おばが代わって答えました。ああ、それはもう女どもや書生などが確かに見たのだそうでございます。ことに梅と申す女中などは、あれが門を出る後ろ姿を見送ってよく覚えていると申しておりますので。それからあとは一切不明なのですね。ご近所の人とか通行人などでお嬢さんのお姿を見かけたものもないのですね。そうです、とおじが答えます。娘は車にも乗らないで行ったのだから、もし知った人に行き合えば十分顔を見られるはずですが、ここはご存知の通り寂しい屋敷町で、近所の人といってもそうで歩かないようだし、それは随分尋ね回ってみたのですが、誰一人娘を見かけたものがないのです。そういうわけで警察へ届けたものかどうだろうと迷っているところへ、その翌日の昼過ぎでした。心配していた黒手組の脅迫状が舞い込んだのです。もしやと思っていたものの、実に驚かされました。家内などは手放しで泣き出す始末でね。脅迫状は警察へ持って行って今ありませんが、文句は身代金1万円を15日午後11時に T 原の一本松まで現金で持参せよ。持参人は必ず一人きりで来ること。もし警察へ訴えたりすれば人質の命はないものと思え。娘は身代金を受け取った翌日返還する。ざっとまあこんなものでした。T 原というのはあの都の近郊にある扁平状の T 原のことですが、原の東の隅っこのところにちょっとした灌木林があって、一本松はその真ん中に立っているのです。扁平状とは異常、そのあたりは昼間でもまるで人の通らぬ寂しい場所で、ことに今は冬のことですから一層寂しく、秘密の会合場所にはもってこいなのです。その脅迫状を警察で調べた結果、何か手がかりでも見つかりませんでしたか。と、これは明智です。それがね、まるで手がかりがないというのです。髪はありふれた半紙だし、封筒も茶色の一重の安物で、目印も何もない。刑事は筆跡なども一向特徴がないと言っていました。
警視庁にはそういうことを調べる設備はよく整っていますから、まず間違いはありますまい。で、消印はどこの局になっていましたでしょう。いや、消印はありません。というのは、郵便で送ったのではなく、誰かが表の郵便受け箱へ投げ込んでいったらしいのです。それを箱からお出しになったのはどなたでしょう。私です。書生の牧田が頓狂な調子で答えた。郵便物はすべて私が取りまとめて奥様のところへ差し出しますんで、13日の午後の第1回の配達の分を取り出した中にその脅迫状が混ざっておりました。何者がそれを投げ込んだかという点もおじが付け加えました。付近の交番の巡査などにも尋ねてみたり、いろいろ取り調べたが、さっぱりわからないのです。明智はここでしばらく考え込みました。彼はこれらの意味のない問答の中から何者かを発見しようとして苦しんでいる様子でした。で、それからどうなさいました。やがて顔を上げた明智が話の先を促しました。わしはよほど警察沙汰にしてやろうかと思いましたが、たとえ一遍脅し文句にもせよ、娘の命を取ると言われてはそうもなりかねる。そこへ家内も立って止めるものですから、可愛い娘には変えられぬと観念して、残念だが1万円出すことにしました。脅迫状の指定は今も言う通り15日の午後11時 T 原の一本松までということで、わしは少し早めに用意をして100円札で1万円白紙に包んだのを回収し、脅迫状には必ず一人で来るようにとありましたが、家内がバカに心配して進めますし、それに書生の一人くらい連れて行ったってまさか賊の邪魔にもなるまいと思ったので、もしもの場合のご英訳としてこの牧田を連れてあの寂しい場所へ出かけました。笑ってください。わしはこの年になって初めてピストルというものを買いましたよ。そしてそれを牧田に持たせておいたのです。おじはそう言って苦笑いをしました。私は当夜の物々しいありさまを想像して思わず吹き出しそうになったのをやっとこらえました。この大男のおじが世にもみすぼらしい小男の、しかも幾分愚鈍な牧田を従えて暗夜の中をおずおずと現状へ進んでいった珍妙な様子が目に見えるようです。あの T 原の四五丁手前で自動車を降りると、わしは懐中電灯で道を照らしながらやっと一本松のもとまでたどり着きました。牧田は闇のことで見つかる心配はなかったけれど、なるべく木陰を伝うようにして五六軒の間隔でわしの後からついてきました。ご承知の通り一本松の周りは大の灌木林で、どこに賊が隠れているやらわからぬので、かなり気味が悪い。が、わしはじっと辛抱して、そこに立っていました。さあ、30分も待ったでしょうかな。牧田、お前はあの間、どうしていたっけかな。ああ、ご主人のところから10件くらいもありましたかと思いますが、茂みの中に腹ばいになってピストルの引き金に指をかけて、じっとご主人の懐中電灯の光を見つめておりました。ずいぶん長うございました。私は 2,3 時間も待ったような気がいたします。で、賊はどの方角から参りました。あ
明智が熱心に尋ねました。彼は少なからず興奮している様子です。と言いますのは、空、例の頭の毛をもじゃもじゃと指でかき回す癖が始まったのでわかります。賊は原っぱの方から来たようです。つまり我々が通って行った道とは反対の側から現れたのです。どんな風をしていました？よくはわからなかったが、何でも真っ黒な着物を着ていたようです。頭から足の先まで真っ黒で、ただ顔の一部だけが闇の中にこの白く見えていました。それというのが、わしはその時俗に遠慮して懐中電灯を消してしまったのでね。だが非常に背の高い男だったことだけは間違いない。わしはこれで五尺五寸あるのですが、その男はわしよりも二三寸も高かったようです。何か言いましたか？だんまりですよ。わしの前まで来ると、一方の手にピストルを差し向けながら、もう一方の手をぐっと突き出したもんです。で、わしも無言で金の包みを手渡ししました。そして娘のことを言おうとして口を聞きかけると、賊のやつ、やにわに人差し指を口の前に当てて、底力のこもった声でしっと言うのです。わしは黙ってろという合図だと思って何も言いませんでした。それからどうしました？それっきりですよ。賊はピストルをわしの方に向けたまま、後じさりだんだん遠ざかっていって、林の中に見えなくなってしまったのです。わしはしばらく身動きもできないで立ちすくんでいましたが、そうしていても際限がないので、後ろの方を振り向いて小声でマキタを呼びました。するとマキタは茂みからごそごそ出てきて、もう行きましたかとビクビクもので聞くのです。マキタさんの隠れていたところから賊の姿は見えましたか？ああ、暗いのと木が茂っていたために姿は見えませんでしたが、なんかこう賊の足音のようなものを聞いたと思いますので。それからどうしました？で、わしはもう帰ろうと言うと、マキタが賊の足跡を調べてみようというのです。つまり後になって警察に教えてやれば非常な手がかりになるだろうという意見でね。そうだったね、マキタ。ああ。足跡が見つかりましたか？それがね。おじは変な顔つきをして言うのです。わしはどうも不思議でしようがないのですね。賊の足跡というものがないのです。これは決してわしたちの見誤りではないので、昨日も刑事が調べに行ったそうですが、寂しい場所でその後人も通らなかったと見え、わしたち両人の足跡はちゃんと残っているのに、その他の足跡は一つもないということでした。ああ、そりゃ非常に面白いですね。もう少し詳しくお話し願えませんでしょうか？地面の現れているのは、あの一本松の真下のところだけで、その周りには落ち葉が溜まっていたり、草が生えていたりして、足跡はつかないわけですが、その地面の現れている部分には、足の下駄と牧田の靴の跡しか残っていないのです。ところが、わしの立っていたところへ来て、金包みを受け取るためには、どうしたって賊はその足跡の残るような部分へ立ち入っていなければならない。それがない。わしの立っていた地面から、
草の生えているところまでは一番短いので2軒は十分あったのですからね。そこには何か動物の足跡のようなものはありませんでしたか？明智が意味ありげに尋ねました。おじは機嫌な顔をして、え、動物ですってと聞き返します。例えば馬の足跡とか犬の足跡とかいうようなものです。私はこの問答を聞いて、ずっと以前にストランドマガジンか何かで読んだ一つの犯罪物語を思い浮かべました。それはある男が馬の蹄鉄を足につけて犯罪の場所へ往復したためにうまく嫌疑を免れたという話でした。明智もきっとそんなことを考えていたのにそう言いやりません。さあ、そこまではわしも気がつかなかったが、マキタ、お前覚えていないかね？ああ、どうもよく覚えませんですが、多分そんなものはなかったようでございます。明智はここでまた瞑想を始めました。私は最初、おじから話を聞いた時にも思ったことですが、今度の事件の中心はこの賊の足跡のないという点にあるのです。それは実に一種不気味な事実でした。長い沈黙が続きました。しかし何はともあれ、やがてまたおじが話し始めます。これで事件は落着したのだと、わしは大いに安心して帰宅しました。そして翌日は娘が帰ってくるものと信じていました。偉い賊になればなるほど約束などは必ず守る。一種の泥棒道徳というようなものがあることをかねて聞き及んでいたので、まさか嘘は言うまいと安心しておりました。ところがどうでしょう。今日でもう4日目になるのに娘は帰ってこない。実に言語道断です。たまりかねてわしは昨日警察に異彩を届け出ました。けれど警察はどう事件多い中のことであまり当てにもなりません。ちょうど幸い老いがあんたと心安いというので実は大いに頼みにしてご足労を願ったような次第で。これでおじの話は終わりました。明智はさらにいろいろ細かい点について巧みな質問を発し、一つ一つ事実を確かめていきました。がそれらには別にお話しするほどの事柄もありません。ところで、明智は最後に尋ねました。近頃お嬢さんのところへ何か疑わしい手紙のようなものでも入っていないでしょうか？これにはおばが答えました。私どもでは娘のところへ参りました手紙類は必ず一応私が目を通すことにしておりますので、怪しいものがあればじきにわかるはずでございますが。さようでございますね。近頃別段これといって、いや、ごくつまらないようなことでも結構です。どうかお気づきの点をご遠慮なくお話し願いたいのですが。明智はおばの口調から何か感じたのでしょう。畳みかけるように尋ねました。でも今度の事件には多分関係のないことでしょうと存じますが。ともかくお話なさってみてください。
そういうところに思わぬ手がかりがあるものです。どうか。では申し上げますが、一月ばかり前から娘のところへ私どもの一向聞き覚えのないお名前の方からちょくちょくはがきが参るのでございますよ。いつでしたか、一度私は娘にこれは学校時代のお友達ですかって聞いてみたことがございましたが、娘はええと答えはいたしましたもの、どうやら何か隠している様子なのでございます。私も妙に存じまして、一度よく正してみようと考えていますうちに今度の出来事でございましょう。もうそんな些細なことはすっかり忘れておりましたのですが、お言葉でふと思い出したことがございます。と申しますのは、娘が門若されますちょうど前日にその変なはがきが参っているのでございますよ。ではそれを一度拝見願えませんでしょうか。よろしゅうございます。多分娘の手文庫の中にございましょうから。そうしておばは問題のはがきというのを探し出してきました。見ると日付はおばの言った通り12日で、差出人は匿名なのでしょう。ただ弥生となっています。そして市内の某局の消し印が押されていました。文面はこの話の冒頭に掲げておきました一度伺い云々のあれです。私もそのハガキを手に取って十分吟味してみましたが、何の変哲もない、いかにも少女らしいようでもない文句を並べたものにすぎません。ところが明智は何を思ったのか、さも一大事という調子でそのハガキをしばらく拝借していきたいというではありませんか。もちろん拒むべきことでもなく、おじは即座に承諾しましたが、私には明智の考えがちっともわからないのです。こうして明智の質問はようやく終わりを告げましたが、おじは待ちかねたように彼の意見を問うのでした。すると明智は考え考え次のように答えました。いや、お話を伺っただけでは別段これという意見も立ちかねますが、ともかくやってみましょう。ひょっとしたら 2,3 日のうちにお嬢さんをお連れすることができるかもしれません。さて、おじの屋敷を辞した私たちは肩を並べて木戸についたことですが、その折私がいろいろ言葉を構えて明智の考えを聞き出そうと試みたのに対して、彼はただ捜査方針の一端を握ったに過ぎないと答え、そのいわゆる捜査方針については一言も打ち明けませんでした。その翌日、私は朝食を済ませますとすぐに明智の宿を訪れました。彼がどんな風にこの事件を解決していくか、その経路が知りたくてたまらなかったからです。私は例の書物の山の中に埋没して得意の瞑想にふけっている彼を想像しながら、心安い間柄なのでちょっとタバコ屋のおかみさんに声をかけて、いきなり明智の部屋への階段を上がろうとしますと、あら、今日はいらっしゃいませんよ。珍しく朝早くからどっかへお出かけになりましたの。と言って呼び止められました。驚いて行き先を正しますと、
別に言い残していないということです。さてはもう活動を始めたのかしら。それにしても朝寝坊の彼がこんな早くから外出するというのはあまり例のないことだと思いながら、私はひとまず下宿へ帰りましたが、どうも気になるものですから、少し間を置いて2度も3度も明智を訪問したことです。ところが何度行ってみても彼は帰っていないのです。そしてとうとう翌日の昼ごろまで待ちましたが、彼はまだ姿を見せないではありませんか。私は少々心配になってきました。宿のおかみさんも非常に心配して、明智の部屋に何か書き残していないか調べてみたりしましたが、そういうものもありません。私は一応叔父の耳に入れておく方がいいと思いましたので、早速彼の屋敷を訪ねました。叔父夫妻は相変わらずお題目を唱えてお祖師様を念じていましたが、事情を話しますと、それは大変だ、明智までも賊の虜になってしまったのではあるまいか、探偵を依頼したのだからこちらにも十分責任がある、もしやそんなことがあったら明智の親元に対しても何とも申し訳がないとあって、叔父をはじめ騒ぎ出すという始末です。私は明智に限ってバンバンヘマな真似はしまいと信じていましたが、こう周囲で騒がれては心配しないわけにはいきません。どうしようどうしようといううちに時間が経つばかりです。ところがその日の午後になって、私たちがおじの家の茶の間へ集って、小田原評定をやっているところへ一通の電報が配達されました。文子さん同行今立つ。それは意外にも明智が曹州の千葉から打ったものでした。私たちは思わず頑固の声を上げました。明智も無事だ、娘も帰る。打ち湿っていた一家はにわかに陽気にざわめいて、まるで花嫁でも迎える騒ぎです。そうして待ちかねた私たちの前に明智のニコニコ顔が現れたのはもう日暮れ時分でした。見ると幾分重やつれの下文子が彼の後に従っていました。ともかく疲れているだろうからというおばの心遣いで、文子だけは今に退き床についた様子でしたが、私たちの前にはお祝いとあって用意の趣向が運ばれる。おじ夫妻は明智の手を取らんばかりにして上座に据え、お礼の百万遍を並べる。それは大変でした。無理もありません。国家の警察力をもってしても長い間どうすることもできなかった黒手組です。いかに明智が探偵の名人だからといって、そうやすやすと娘が取り戻せようとは誰にしたって思いもかけなかったのです。それがどうでしょう、明智はたった一人の力でやってのけたではありませんか。おじ夫妻が凱旋将軍でも迎えるように反対を尽くしたのは本当にもっともなことです。彼はまあなんという驚くべき男なのでしょう。さすがの私も今度こそすっかり参ってしまいました。そこでみんながこの大探偵の冒険談を聞こうと詰め寄ったものです。黒手組の正体は果たして何者でしょう。
非常に残念ですが、何もお話しできないのです。明智が少し困ったような顔をして言いました。いくら私が無謀でも単身であの凶賊を逮捕するわけにはいきません。私はいろいろ考えた結果、ごく穏やかにお嬢さんを取り戻す工夫をしたのです。つまり毒の方からのしをつけて返事をさせるといった方法ですね。で、私と黒手組との間にこういう約束が取り交わされたのです。すなわち黒手組の方では、お嬢さんも身代金の1万円も返すこと、そして将来ともお宅に対しては絶対に手出しをしないこと、私の方では黒手組に関しては一切口外しないこと、そして将来とも黒手組逮捕の助力など絶対にせぬこと、こういうのです。私としてはお宅の損害を回復したいすればそれで役目が済むのですから、下手にやってアブハチ取らずに終わるよりはと思って、賊の申し入れを承知して帰ったような次第です。そういうわけですから、どうかお嬢さんにも黒手組については一切お尋ねくださいませんように。で、これが例の1万円です。確かにお渡しします。そう言って彼は白紙に包んだものを持ちに手渡しました。せっかく楽しみにしていた探偵団を聞くことができないのです。しかし私は失望しませんでした。それはおじやおばには話せないかもしれませんが、いくら固い約束だからといって親友の私だけには打ち明けてくれるだろう。そう考えますと、私は主演の終わるのが待ち遠しくてしようがありません。おじ夫妻としては、自分の一家さえ安全なら賊が逮捕されようとされまいと、そんなことは問題ではないのですから、ただもう明智への礼心で賑やかな杯の研修が始められました。あまり酒のいけぬ明智はじきに真っ赤になってしまって、いつものニコニコ顔をさらに笑み崩しています。罪のない雑談に花が咲いて、陽気な笑声が座敷いっぱいに広がります。その席でどんなことが話されたか、それはここに記す必要もありませんが、ただ次の会話だけはちょっと読者諸君の興味を引きはしないかと思います。いや、もうあんたは全く娘の命の親です。わしはここで誓っときます。将来ともあんたのお望みなら、どんな無理なことでもきっと承知するということをね。どうです、差し当たり何かお望みくださることでもありませんかな。おじは明智に杯を差しながら、恵比寿様のような顔をして言いました。そりゃありがたいですね。明智が答えます。例えばどうでしょう、私の友人のある男がお嬢さんに大変焦がれているのですが、その男にお嬢さんを頂戴するというような望みでも構いませんでしょうか。あんたもなかなか罪を受けない。いや、あんたがさっきの人物さえ保証してくだされ、娘を差し上げまいものでもありませんよ。おじはまんざら冗談でもない様子で言いました。その友人はクリスチャンなんですが、この点はどうでしょう。明智の言葉は座教にしては少し真剣すぎるように思われます。日蓮宗に凝り固まっているおじはちょっと嫌な顔をしましたが、よろしい、
わしは一体やそきょうは大嫌いですが、他ならあんたの望みとあれば一つ考えてみましょう。いや、ありがとう。きっといつかお願いに上がりますよ。どうか今のお言葉をお忘れないように願います。この一鎖の会話はちょっと妙な感じのものでした。座教と見ればそうとも考えられますが、真剣な話と思えばまたそうらしくもあるのです。ふと私はバリモアの芝居では、あのシャーロック・ホームズが事件で知り合いになった娘と恋に陥り、ついに結婚する筋になっていたのを思い出して密かに微笑みました。おじはいつまでも引き止めようとしましたが、あまり長くなりますので、やがて私たちはいとまを告げることにしました。おじは明智を玄関まで送り出して、お礼の寸志だと言いながら、彼が辞退するのも聞かないで、無理に2000円の金包みを明智の懐へ押し込みました。